東京ディズニーリゾート、東京ディズニーリゾートパートナーホテル、東京ディズニーリゾートパートナーホテルとは、3種類ある東京ディズニーリゾート公式、公認ホテルカテゴリーの一つで、オフィシャルホテルに次ぐランクであり、主に千葉県浦安市内で TDR エリア外にあるホテルのことである。以下、パートナーホテルと称する。2004年10月20日に本カテゴリーの締結が、 オリエンタルランドから広報されている。これは2005年2月19日にパームテラスホテルとファウンテンテラスホテル開業にあたってのことで、この時に浦安ブライトンホテル、オリエンタルホテル、東京米はグッドネイバーホテルからカテゴリーを変更し再契約、ホテルエミオン東京米が新規に契約したことが発表されている。2006年9月25日には新たに 三井ガーデンホテルプラナ東京米がパートナーホテル契約を締結した。パートナーホテルとして提携しているホテルは以下の4つ。なお、過去にはパームファウンテンテラスホテルもパートナーホテルであったが、東京ディズニーセレブレーションホテルへのリブランドに伴い、ディズニーホテルに変更された。宿泊者は以下の特典を受けられる。各 パートナーホテルと東京ディズニーリゾート各パークのバスターミナルを結ぶシャトルバスを無料で利用できる。各ホテル側が宿泊者のために貸し切り運行料金を支払い、運行しているため宿泊者以外の乗車はできない。シャトルバスの利用には予約は不要。車椅子の固定用の器具が1台分装備されている。パークとホテル間の所要時間は約15分を予定しているが、朝や 閉園時間前後など、周囲の道路混雑事情により、相当な時間を要することもある。東京ディズニーランド東京ディズニーシーへの到着、出発順、走行ルートは時間帯によって変更されることがある。ホテル発の便は、TDL、TDS の両パークを経由する便がほとんどだが、TDL、または TDS いずれかのパークとの往復便も少数、存在する。TDL、 TDS の到着順が変更になる便、片方のパークにしか行かない便などもあるため、パーク間の移動手段としては認められていない。なお、バスの運行は、京成トランジットバスと大新東が担当している。ホテル内の指定カウンターで TDL、TDS TD のパスポートを購入できる。ただし、販売されている一例パスポートは、日付指定、入園保証がないため、 購入しても入園制限がかかっている場合には入園ができない。マルチデーパスポートは入園制限中であってもホテルでは購入ができる。また日付指定入園保証のないパスポートを所持している場合でも入園制限がかかった場合の入園保証はない。また以前は旅行会社の観光券などの引き換えを同カウンターで行っていたが2016年9月30日を もってこのサービスは終了したため、パートナーホテル宿泊者は各パークでの当日券販売窓口での引き換えが必要となる。JR 舞浜駅前のディズニーショップ、ボンボヤージュ1階のホームデリバリーサービスカウンターで預けた荷物をホテルまで配送するサービスを利用できる。ホテルには以下の共通サービスがある。これらのサービスは宿泊者以外でも受けることができる。ホテル内で開園。 閉園時間やイベント情報を含めたリゾートエリア情報を提供する。ホテル内に TDR 公式ショップディズニーファンタジーが出展しており、パークで販売しているキャラクターグッズの一部を購入できる。TDR 直営公式公認ホテルのカテゴリーは他に次の3種類が存在する。ありがとうございます。